星のカービィシリーズ星のカービィ鏡の大迷宮星のカービィ鏡の大迷宮は2004年4月15日にゲームボーイアドバンス用ソフトとしてニンテンドーより発売されたアクションゲーム開発元は春研究所とフラグシップ星のカービィシリーズのアクションゲーム第8作目にあたる星のカービィ夢の泉デラックスのシステムを基本として制作されており 複数人によるプレイやサブゲームなども踏襲されている。2014年4月3日に Wii U 向けバーチャルコンソールとして配信開始。星のカービィ64未来の新作の横スクロールアクションで8つに割られたディメンションミラーの破片を求めて巨大な迷宮を冒険するアクションゲーム。従来のシリーズのように各レベルごとのステージで区切られておらず、 セントラルサークルを起点としてすべてつながっているため、ゲーム進行の自由度が高まった。星のカービィースーパーデラックスの洞窟大作戦の形式に近いが、それぞれのエリアにゴールがあり、そこにたどり着くと、セントラルサークルへと戻る。この作品も、星のカービィー夢の泉の物語などと同様に、各エリアの頭文字が同じになっている。また、桜井正弘 宮本しげが開発に関わった星のカービィシリーズ、最後の作品でもある。当初は2004年3月25日に発売を予定していたが、発売前に不具合が見つかり、発売が延期された。また、このソフトについている、クラブ・ニンテンドーのシリアルナンバーを発売から2週間以内に登録するか、同梱の応募はがきを送付すると、歴代カービィ作品から厳選された。 音楽52曲が入ったベスト CD、ザベリー、ベストオブカービーがもらえるキャンペーンが実施された。本作の大きな特徴の一つとして、物語にプププランドがほとんど関わっていないため、今までシリーズ解禁賞であったデデデ大王は、本作では一切登場しない。さらにゲーム中に流れる BGM は、大半が新規に作られたものであり、ファンファーレなどの BGM を除けば、 既存の曲は数えるほどしか存在しない。また、カラースプレーというカービィの体の色を変えるアイテムが登場したため、コピー能力を取得しても退職が変わらなくなった。なお、本作でオープニングには登場するスクイッシーだが、本編では1箇所にしか登場していない。また、2011年8月10日の値下げ以前に、Nintendo 3DS を購入した人対象のお詫びである。 アンバサダープログラムにて 3DS のバーチャルコンソールの限定配信が2011年12月16日に開始された。プププランドの空の上にある鏡の国を舞台としたストーリー。映し出された願い事が叶うと言われるディメンションミラーがある鏡の国。突然今日の国が大暴走し悪い心だけを映し始め邪悪な世界に変わってしまう。その異変に気づいた。 メタナイトはプププランドを守るため暴走を止めに向かう。しかし、ここは平和なプププランド。元気に散歩していたカービィの前に黒い姿をしたメタナイトが現れる。寝ぼけるカービィに黒いメタナイトは剣を振りかざすと、なんとカービィが4人に分裂してしまう。4人のカービィたちは何が起こっているのかわからないまま。 どこからかやってきたワープスターに乗って黒いメタナイトの後を追い、鏡の国へと旅立つのだった。このゲームの舞台となる鏡の国は全球エリアアルファに分かれており、エリア1を除く各エリアにいる8体のボスを倒すことが目的。どのボスから攻略するかは完全に自由で、いきなりエリア9のボスから倒すこともできる。倒すと消滅はせず気絶する。コピー能力は、 全26種類が登場。夢の泉デラックスから引き続き登場するコピー能力の一部はコマンド技が新しく追加されている。また、ポーズ時に表示される画面の内容が変更されている。またボムやファイター、コックなど販売前に放送されていた星のカービィに登場したコピー能力が本編シリーズで再登場しており、ボムやファイターは 今作以降の本編シリーズでも続投して登場している。コピー能力メニューからサブゲームを選ぶとできる。クリアパーセントが例であろうとも、いつでもできるのは、ワープスターを操り、ゴールを目指す、波乗りスターライド、パワーを貯めて、タイミングを岩の照準に合わせて、ポップスターを割る、ギガトンパンチ、刹那のタイミングが要される、刹那のつまみ食いで、 その後100%クリアでできるようになる、勝ち抜きボスバトルの合計4個である。開発中の画面写真では、アンロック、ローリング、アッパーゴーレムという雑魚敵がいたが、ゲームには登場していない。ありがとうございます。